いや怖い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 。あいすいません。あー怖い。怖いマジで。やーべー。怖いんすけど。スキー場で乗った以来かもしれない。あーそんなことないか。昔ここに来てるわけだから。これだから荷物とかさ、昔落としたことあるんだよな。俺なんか。ああまあ紙類だけど。だから今バッグをね、リュックを正面に抱えてます。いやこれ怖いな。いや今こんな感じです。こんな感じです。あ怖いなこれ。こんな感じです。やべえ。これめっちゃ怖いんだけど。ただでさえ怖い。これね、帰りの方が怖いと思うんですよ。帰りの方が。で、これ今コロナ対策で多分リフト開けて、間隔取ってやってるんだと思うんですよ。一個は空いてるじゃないですか。だからそれだから私はこれ青の乗ってるんですよ。多分そうだと思います。これでもケーブルカーの方が早いですね。ただ時間があるんで。これで行って、でも今日人空いててよかったですよ。これで、母親なんとか間に合いそうですけどね。時間は、はい。もう間に合いますよね。3時前、10分前だから。うん、3時10分前だから。これ相当時間が、俺の喋りいらんかもしんねえな、これ。この映像はないな。これだけの映像って、使えるのかっていう。感じですけど。いやこれだから雪降った時に俺の昔乗ったことあるんですよね。八王子の山田住んでた時に確か。あれ冬ってやってたよな。あそこが怖いんですよ。あの網があるとこ、あそこら辺に物を落とすと、そのスタッフの人も、取りに行くのが大変だと。あそこにもスタッフいるんですよね。いるね。なんか、熊かイノシシかの看板っていうのもありましたね。あれ撮影者ですね。なんか、営業中ってなってますけど。うん。昔だからここに熊かイノシシかが出るっちゅうんで、ここほんと怖えな。ここが一番怖いわ。もう下見てられねえよ。高所恐怖症には。ねえ、あれ、写真撮って売ってんの？もしかして。どういう、後で、売るとかじゃない？本人。でも、ああいうのやって買ったことあるかもしんねえな、昔。いや。怖くて、もう手滑らしたらこのカメラ落としたら終わりですからね。間抜けてって落としてったら俺何も見つからないですからね、これ。諦めてくださいなんて言われるかもしれないな。いやー、怖いな。板の上とかだったらさ、ギリギリ落ちても、まあ拾えるんでしょうけど、このスノコの、間じゃないな。の上に乗っか、落としたらね。さあ、こっからが佳境だよ。こっからが。ああ、怖いな。あ、ここだったら降りれますね。低いから。ああ、ここでジャンプするやつとかいただろうな、過去にはな。降りてな。まあ。
ちょっとこれガタガタ来てますね今。これガコガコガコって。怖いな、この振動でさ、カメラ撮っちゃったら、うわー、これ来てる。めっちゃ怖えわ。正直これ、あれですもんね、これ。うわ、怖い、これ崖ですからね。ちょっと怖いな、これ。ちょうど柱があるとこさ、振動がさ、ガコガコ言いますね。ああ、確かにこれリュックさ、前にかがん、構えとかなきゃ。あれですわ。これさ、でもシートベルト欲しいな。シートベルトっていうか、ちょっとさ、怖いわ、やっぱ。これだってさ、怖いわ。高所恐怖症は怖いわ、これ。ああ、今日荷物軽くしてくれよかったな。ちょっとね、重いな、これ。御朱印帳一冊いらんかったな。御朱印入れっていうか、書き置きタイプいる。誰か揺らしてんじゃないの？あ、やべ、これ足ついちゃうもんな、今んとこ。だから今、膝曲げたんですけど、足引いたんだけど、あの位置はちょっと、いや、怖えわ。怖い。これさ、怖えな。往復買っちゃったからな。あ、ここが足つきそうなんだよ。お前、往復買っちゃったからな。帰りケーブルカーでもいいような気がするな、これ。ちょっと怖いわ。いやー、これは本当に慎重に。いや、これ本当怖い。下が怖えよ、下がさ。ほら、ここがね、足つきそうになるんだよ。あ、これ多分ね、日本人じゃなきゃ足ついてますよ。足の長い外国の方とかだったら。いや、すげえな。あ、でも家族の場合の人は、間隔空けずに乗ってるな。え、なんすかこれ。避難道ってあるんだ。避難道入り口ってそこにある。あ、ちょっと、ここはちょっと大丈夫かな。ここならね、スマホとか落としても大丈夫だけど。あー、怖いっす。まあでも、ここまで怖くねえな。ここは怖くない。こんな木な崖じゃないから、安心だけど。さあ、これさ、どんぐらいまで来てんだ。でも、そっから上がってるから、もうちょっとなんじゃないかな。高尾山って何メートルなんだ？サナゲで、ぐらいあるかな？違うかな？サナゲで600何十何メートルだった？サナゲ山で。高尾山は何メートルかわからん。調べてないから、わからないですけど。だから、ここがさ、ガタンゴトン来るんだよ。あー、来た。この振動でなんか物を落とすとかさ。でも今な、傘は落としてもいいや。これから また降ってくるかもしんないから、わかんないけどな。いやー、揺れてますよ。あ、揺れてる。あ、ここ、あ、その柱のとこの連結部じゃねえ、なんていうんですかね。あそこが、ちょうどあれが入るからか、回ってる歯車みたいなとこを通過するから、その音になったんだろうな、これ。あ、来た。多分そうっすね。はぁ、怖いわ。下なんかドラム缶みたいなの置いてあるな、赤い。なんでしょうね。
ちょっとここが本当に足つきそうだ。俺前昔足つけたことあるような気がするな。いやー本当怖いです。これでもどんだけなんですかね。電波、スマホの電波とかって、まあ、昔のガラケーじゃないからな。俺ここに住んでた時ガラケーだったからな。東京にいた頃はな。だから電波が立たなかったりとかあったような気がするな。高尾山登って秋の、まあ、紅葉が綺麗ですよね。本来これを乗りながら紅葉を 見るんでしょうけど、怖くてそれどころじゃない。あ、リフトの折り方書いてありますね。左へ出るらしいです。あ、もうちょっと読めなかったですね。ベルトに歩いて左へ出てください。いや、ちょっとわからん。歩いて左に降りるらしいです。あ、もうその前にここで降りた方がいいよくないみたいな。あー、来ましたよ。あ、降りて左に行くらしいです。ちょっとわからんですけど、左ですか。はい、左。あー、すみません。あー、怖い。左側へ、早めに左側へって書いてある。これさ、着いたけど16時終了だね。いや、着きました上。これ、あ、伊藤園ですね。あの岐阜城のやつも伊藤園じゃなかったかな、確か。この木が気になるんだよ。ここから登るようですね。